来たっていう感じです。あのここのお店でいろいろなことをね、あの外出できないとか、そのお店が休まなきゃいけないとか、この先どうしたらいいんだろうっていうところを話して、クラウドファンディングのこととかも何も決まってない状態で、でも何ができるっていうのを本当ゼロから相談したりとかしてたところから、なんとなくプロセスを見てるので感慨深いものがよくできたなっていう感じで、よくね、コープロデューサーはちゃんとあのこうクレジットしていただいてるんですけど、僕何もしてないんですよ。何もしてないんで僕はあの女の優子さんと音楽面のプロデューサーの豊口さんがいらっしゃって、その時、まあ、当然ね、こうだ、いや違うこうだっていう展開になることがあって、その時にどっちでもいいですよ、どっちでも大丈夫っていう仲裁をするぐらいですね、役割は。僕すごくこの曲はもともと好きで、しかもこの曲を豊口さんと演奏するのがすごく好きだったんですよね、前から。で、まあ、今回まあこういう事態になってしまったので、やっぱりお店でねもう一回、ね、会えるよっていう意味合いを込めて、で僕もこの曲好きだし、僕豊口さんとこの曲演奏するのが大好きだから、でそのそういうことで一緒に演奏しようっていうことを提案して撮ってみたんですけど、まさかアルバムタイトルになるとは思ってなかったので、はい、それはちょっと予想だったんですけど、いやこの題名はすごいいいんじゃないって、みんなでぴったりだよねって話を選びました。ありがとうございます。僕がすごく面白かったのは、ゆうこさんとモアザンユーノを撮ってた時に、ボーカルとギターのデュエットがすごい静かなんですよ、ね、うん、でこう2人でポイントボーカルとかで、お客さんを手始めて、あカサ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 って音が聞こえて、なんどうしたのかなと思ったら、後ろで豊口さんがおにぎり食べてて僕が思わず止めて、豊口さんおにぎりの音が入ってますっつって、あダメなのっつって、いやダメでしょっつってっていうのが一番面白かったですね、はい、そうやって言われたら私もなんか本当に、あこのテイクちょっと使えるかなと思った最後のところにガサッて隣のお店のシャッター音とかがね、はい、閉める音とかが入ったりして、はい、いろいろありましたけど、お店で撮るってそういうことですよね、そういうことですよね、あの、うん、別の意味のライブ感がありました、はい、そうですね、そライブ感そうですねハフノートで、まあ、大体月に1回とか豊口さんと豊口さんのデュエットで演奏させていただくことが多いんですけど、まあ、最近ねお店のそのなんていうかスケジュールとかもその時の事情に合わせて変わってたりするので、うん、まあ、いろんな曜日で演奏させていただいてたりしますし、もちろん優子さんとデュエットさせていただく機会とかもあると思うので、ぜひぜひホームページなどでチェックしていただいて、本当にお店でトゥギャザーアゲインが、ね、できたら嬉しいかなと思っております。私も同感です。ありがとうございます。